龍泉堂事務所の佐々木あゆみです。これから龍泉堂の魅力をたっぷり紹介していきます。岩泉町はその面積 93% が山林です。降り注いだ雨や雪解け水はブナ、ナラなどの広大な紅葉樹林に染み込み、長い年月をかけてろ過されます。その水は天然のミネラルウォーターとなって龍泉堂へ湧き出しています。龍泉堂は日本三大鍾乳洞の一つで、堂内のコウモリとともに国の天然記念物に指定されています。地元では龍泉堂の水を一口飲むと3年長生きすると言われ、長命の水として親しまれています。道内ではドラゴンブルーとも呼ばれる美しい地底湖の水を見ることができます。第三地底湖の水深は98メートルで、世界でも有数の透明度を誇ります。その全長は知られているところだけでも3600メートルで、そのうち往復700メートルが公開されています。龍泉堂の水が流れ込む志津川沿いの遊歩道もおすすめスポットです。ゆっくり散策するとリラックスでき、とても気持ちがいいです。5月から9月までは特設釣り場での渓流釣りも楽しめます。初めての人でもお気軽に体験でき、釣ったイワナやヤマメは持ち帰ることができます。川遊びもできますよ。龍泉堂入り口そばにあるカフェポンテでは、お食事のほか岩泉ヨーグルトを使った風味豊かな初恋ソフトが人気です。豊かな自然を満喫した後はぜひお立ち寄りください。ここまで紹介した他にも、龍泉堂の近くにはおすすめのスポットがたくさんあり、何度来ても楽しめるようイベントも企画しています。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております。